岡山県の受賞は初めてです。台湾の観光振興に大きく貢献した国の内外の企業や団体などに贈られる今年の台湾観光貢献賞に岡山県が選ばれました。今日台北市で授与式が行われ、台湾観光貢献賞が岡山県の担当者に贈られました。この賞は台湾の観光振興に大きく貢献をした企業や団体などに対し、台湾観光庁が2007年から毎年授与しているものです。岡山県は台北線の運行を PR するラッピング路面電車を2018年から運行していることや、現地の観光庁やタイガーエア台湾などと共同で実施した大学生向けモニターツアーを行ったことなど、現地への旅行促進の取り組みが評価されました。台湾観光貢献賞を岡山県が受賞するのは今回が初めてです。